捜査を中止しろと言ったはずだ。ウェスタニカ大使の次に大江戸の市長をターゲットにすることなど何の造作もないということを覚えておくがいい。捜査を中止しろ、戦国。今さら引き下がるというのか。そうだ、それはできない。この命令を無視した場合、お前の首は吹っ飛ぶことになる。望むところだ。
これを。なんだ？プロテクターです。その、危ないから。こうしてると、なんだかデートしてるみたいですね。行くか。お前の相手してる暇はない。私はあなたを連れて帰るよう局長の命令を受けています。これ以上命令違反があった場合、あなたは自動的に機動刑事を解任され、無期懲役に服役しなければなりません。いいだろう。俺がもしここに戻ってこれたらな。ついてくるな、ブリキ野郎。私はあなたを保護しなければなりません。天国、犯罪者としてか。勝手にしろ。相変わらず不用心だね。お前はどうしてこんなところに。こんな雑魚に追い詰められるなんて。らしくないぜ、戦国弁天。右腕にぶら下がってるのはお前のペットか、戦国。悪趣味もいいところだ。よ、ゴーグル。あれぐらいでくたばっちまうような俺だとでも思ってたのか。ここは任せな。We'll be right back.
ちに話さなければいけない時が来ました。私の本当の名前はふわっとふわはっと事故で死んだことどうしてそれをいろいろと調べさせてもらった。名だたるウエスタニカ超高価なデータバンクはプロテクトにはあまり金が回らなかったらしい。諜報部のコンピューターに侵入するなんてそんなことが。あなたたち一体何者なの。そう、とにかく話の続きを聞かせてもらう。10年前、ふわは私たちの母親を自らの実験対象にして殺してしまいました。国立家庭をクビになってから、不安はほとんどの倫理的な感覚を失っていましたが、この日を境に完全な狂人と化してしまったのです。いえ、気が狂った方がまだマシだったかもしれません。不安は研究以外のすべてのことを完全に忘れ去ってしまいました。私はそんな父親を恐れるなく家を飛び出し、ウエスタニカの諜報員となって文彦とは連絡を取っていました。あの研究所がこれまでやってこれたのは文彦の力です。でもフワはついに彼まで実験の対象にしてしまったのです。人間を恐ろしい化け物に変える実験は、文彦イステリアの諜報員を利用して不安に復讐することを考えました。これまでの事件はみんなイステリアが黒幕だったのです。あんたたちを助けに来た。もう大丈夫だ。さあ。助けに来ただと？そうだ。バカめ、わしの研究を台無しにするつもりか。ふわ博士。何もかもわしが自分の意思でしていることだ。余計な手出しはせんでもらおう。何を？あんた一体。私よ、トモミよ、どうしたの？サオリ、サオリ、父さん、サオリに何かしたわね。トモミ、トモミか。大きくなりよって残念なことをした。もう少し早く帰ってきていればお前も。沙織に何をしたの？おお、そうだ、沙織と会うのは久しぶりか。沙織はな、神に近づいたのだ。神？そうだ、人間はあまりに不完全すぎる。科学がどんなに進もうと人間そのものは進化していない。なんとも嘆かわしいことだとは思わんか。そのためにあなたは母さんを殺したわ。不幸な事故だった。だが些細なことだ。事故？事故ですって違うわ。あなたが殺したのよ。初期の獣人は相手を識別することができなかった。だが
沙織は与えられた情報によって敵と味方を識別することができる。ちゃんの作った DNA 職は EDX も効果的に作用した。貴様はちゃんも殺したな、フワ。そうだ、所詮やつは凡人、天才であるわしの研究の役に立ったというだけで光栄だろう。わしはついに重火剤モルフォーザを完成させた。わしはついに望むものを我が手に収めた。力だ、どんなものにも負けることのない力だ。見ろ、わしは今人間を超える。けだもの、バカ者め、何が重火のトリガーになるか忘れたのか。どうした、沙織？奴らにお前の力を見せてやれ。どうした？わしがわからぬか？お前に神の力を与えてやったこのわしが、わしの研究は完全だ。わしの。なんだ、案外元気そうだな、お京。仙石さん。